スノーマン依存で業績回復の不二家が恐れるジャニオタ離れ、ジャニ切り、企業が株価低迷の最中今一番ファンの気持ちを理解して応援してくれてる不二家を一生押す、ホームパイにカントリーマーム、ルック、ミルキー、もうお菓子は不二家でしか買わない、今年のクリスマスケーキは不二家で注文する、シャープジャニーズスポンサー購買宣言、というタグとともに、9人組アイドルグループ、スノーマンのファンから上がるのは、洋菓子大手の不二家を熱烈に応援する声だ。コジャニー北川氏、去年87の性加害問題で、ジャニーズ所属タレントとのスポンサー契約を見直す企業が相次ぐ中、不二家は同事務所の動向次第で叱るべき対応を検討するとしながらも、現段階では変更の予定はございません、と契約期間中を理由に起用続行。スノーマンが出演する同社のチョコレート、ルックの新 CM のテレビ放映もスタートしたばかり。業績不振に陥っていた同社は、2020年からブランドキャラクターにスノーマンを起用。コラボ商品の発売などで、女性ファンの購買や来店が急増。同社は21年度、22年度と好決算を連発し、河村義行社長が、スノーマン効果を明言するほど。スノーマンに依存し続ける危うさ9月7日のジャニーズ事務所の謝罪会見後、東急プラザ銀座で開催中、10月15日までの始まるよ新しい不二家スマイルスイッチフェスタ2023 in 銀座というスノーマン推しのイベントには女性ファンが殺到。会場の壁一面に貼り出されているファンからのメッセージには、スノーマンを支え続ける不二家への感謝が多く綴られている。